Hey, what's up? ブルポッ TV でーす。よいしょー。今回はね、さっきも動画ね回したんですけど、撮ったやん。撮ったんやけど、ちょっとマンネリ化がすごいと。そうです ね。やっぱちょっと惰性でやってる感が、企画自体があったんで。僕にやる気がないの。いやない。やっぱやる気がないんやったら新しいことを入れていかないと。そうそう。まず紹介、ニュースタッフ牧野です。やろで、なんでニュースタッフを連れてきたかというと、新しい企画、マンジ KBR 特別企画じゃないですけど、何もバンドを知らない子が、アーシャとバンド名だけ見てどんなイメージを持たれるのか検証でーす。これはでもむっちゃおもろい。むっちゃおもろい。期待がすごいやつ。だってバンド何も聞くよ。何も聞かないっすね。何も聞かんやろ。ヒップホップしか聞かない。ヒップホップしか聞かない。やっぱどんだけアーシャとバンド名が人に影響を与えるのか、何も知らない人にね、大事影響を与えてるのかっていうのを今回検証していきたいと思いますんで、これを見てね、撮り直すアーティストも出てくる。出てくるの。どこのアーシャの部分がこういうイメージを求めてるのかっていう、パッと見勝負大事なんで、うん、アーシャは人に物を伝えるためにあるので、そういうのを今回検証していけたらいいかなと思います。よいしょ。ほんまに何も知らんか。何も知らん。一番好きなヒップホップアーティストだね。いつもは ASI なのです。ASI 知ってるか。お前らもう大好きなんだよ。ぜひ言ってください。なんでプルポリ呼んでもう国間違えと思う。じゃあもうね、早速ね、どんどんやっていきたいと思います。はい、先ほどのポスターで。さっきと思います。じゃあいきますよ。なんか、はい、ちょっとでもね、知らん、ほんまに出てこんってなったら、はい、3回だけお助けチャンスあるんです。あ、やった。3回だけお助けはヤスさんの方に向いて、これをしたら3回だけヤスさんが答えてくれます。俺が言わなかった。さっきとしかも違う答え。違う答えよ。むずお助けチャンスで。お前ほんまむずいぞ。前のセンスに任せるぞ。それは使わんでもいいから。ああ、うん、できるだけ使わないよ。マジか、俺全然こうやって見とこうと思った。そんな感じ。そんな甘くないですよ。紹介される可能性が。じゃあね、どんどんやっていきましょうか。はい、じゃあ一組目はアクセルです。貧乏です。貧乏でしょこれ。アクセル、アーシャと名前、貧乏で、貧乏ですわ。いやいや、もうそんなんでいい。そんなんでいい。そんなんがいい。そんなんがいい。じゃあ次、アケビ。見えない。いや、これちょっとおもろいかも。いや、これそうか、そうか、見えないか。見えないな、確かに。誰から何人だか分からんもん。そう、なるほどね。次、バグライダー。兄さん、僕です。よかった。兄さん僕いました、ここに。いました。かわいい。かわいいで、やった。かわいい。かわいいアーシャになりました。これ隣によってよかった。あんまりあれやったら。かわいい。かわいい。次、エヴァーユース。あー、なんかビジュアル系っぽい。もうビジュアル系、見た目がビジュアル系っぽいって。やばっ。いや、これむっちゃおもろいな。これむっちゃおもろいな。ビジュアル系っぽいんだよ。おもろ。マジか、すげえ。ちょっと俺乗り出してもうた。次、アイアムユア。団地。なんか団地におりそうらしい。病院の同居者が。まあ、ぽいぽいから。団地におりそう。で、次、ケチャッパーズ。景色だわ。こっちに目がいつ。ああ、なるほど。あ、これガチダメだし。インパクト。ああ、ね、インパクトがちょっと、そう足りないかな。ちょっと足りないかな。ヒップホップ好きやから。ヒップホップ好きやから。景色に。ヒップホップがこう言ってるから。こう言ってるから。ちょっとディスってます。次、ライダー。かっこいい。あ、かっこいい。これかっこいい。おかっこいいよ。いいよ。ライダーおめでとう。これかっこいいって。素晴らしい。わ、最高やな。次、リリーモラトリアン。え、夜？夜？夜？なんでいつ撮ったの？誰？人映ってるなってます。あ、映ってる。やっぱ暗いのはちょっとあれらしいですね。見えない。見えなかったらあれらしいですね。次、
リトルヤードシティ店長店長よかった知ってんねや逆に知ってんねや怖い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 知知られてるよ調べましたよ知られてるよかった店長よかったもちろん俺らよかったしね隣におって隣におってよかったわ事前の情報はあってよかったよかったわよかったわ次ベリーミー楽しそう楽しそうなんかいい笑顔すごいみんな家をね笑顔好きだねあめっちゃいいやんいいあでもバンド色にも出てるんじゃないですかあいいあめっちゃいいイメージのあいいアーシャですねこれいいアーシャ泉泉いいアーシャでしたわ他人に伝わりやすいいいアーシャ次ネイキッドスリーマインズ一般って感じまあサメ、もうそのままもうそのままサメサメ君はサメだサメですサメだぞえ、ええやからねええやからね人がおらんから人がおらんからまだサメやサメやった君はサメあ、魚もおるんや魚もおるサメ俺もテレビ見てる感じ次アトリエコード小袋感あーなんか小袋感あーなるほど小袋感だ確かにうんなんかある共に歩きね共に歩きあまあいい歌いい歌というかいい歌だけど共に歩き、ね、共に歩きの次イデナリネタネタネタあでもいいかもしれないいいむっちゃネタと思われてるうんいいいいネタ顔でかな顔でかいなみんなでかいさ次タチヤナ太郎ユーチューバーあ、ユーチューバーっぽいうん、なんかスカイピースとかにスカイピースなんだこれ似てる、なんかユーチューバー顔だけ顔だけスカイピース次、タラレバお兄お兄だお兄お兄だミネ兄これが正解やぞお兄の正解やぞ、これがミネ兄、ミネ兄とはお兄と呼ばれてお兄ちゃんに似てるお兄ちゃんにすごい似てる全部がお兄次フラスコテーションあ、でもこれめっちゃかっこいい私一番好きですわ、一番好き雰囲気出た一番好き笑いましたよみんなこれを手本にしようこれ手本にしようあーちゃん手本これなんだろ好き順で来年から全部これになるからもうほんまやばいもう何も言われるそれも嫌いだろ次松茸なぎささんやっぱいい笑顔いい笑顔なんかプロの CD のあのカバーなんて言うんですかあれにありそうパッケージにパッケージにありそうプロっぽいってことプロっぽいプロっぽいわ素晴らしい素晴らしい俺でもほんま素晴らしいなねえすごいいいですよね次港町米田さん一人ですかなんかかないカラッセカラッセ米さん米さんいや大丈夫なんか一人でこの笑顔笑顔じゃなくてこの顔でギター持ち方はなんか悲しさが出てるらしいですちょっと哀愁哀愁ですかね哀愁って言ったらエモねエモエモが出たエモが出た悲しかった次月とあだ花複雑複雑なんか男女関係が複雑男女関係が複雑まあまあまあ2対1やもんねそうなるほどそれはねそうだすげえな感じかなそこまでストーリー性あるんやすごいな次フードマーチさんフードコートみたいなフードコートなんかマークであるなあでも言い伝わり方してるかもフードコート色だよねフードコート可愛らしいマーチくんマーチくんマーチくんさすがやろすごいわ伝わるわフードって次ココロちゃん写真家写真家ああ写真家ぽいぽい雑写真家小町っていうのが似合うなんか小町っていうワードが似合う小町っていうワードが似合う小町か心小町一ボケ一ボケあげる一ボケ一ボケあげるかわいい次ゆめちゃんちょっとじゃあこれは分からへんこれだ分からへんゆめちゃんあゆ前の花畑のアシャの方がよかったさっきと同じさっきと同じやないかいやでもそれ覚えとったから
で次リッキースタイル。あれやワニマ。ワニマか、もうエノコの感じが。ああ。カサ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 してる感じがワニマ。ワニマ感だって。うん、似てはないけど。雰囲気だけでワニマ。勘違いすなよ。そうワニマちゃうぞ。ワニマちゃうぞ。ワニマ好きなんで。なんで逆にユメちゃんだけ俺に言う。ちょっと分からない。なんでやいや、一回言っとかな。忘れ込んだぞ。という感じで、はい、ね、アーシャからはいろんなことが分かるということが、そうです ね結構暗いのよりやっぱり明るい方が、うん、ね、伝わりやすいというか人となりが分かるのかなみたいな感じはありましたけど、どうですか、うん、やってみてこのイベントで、でもね、知る、いや、そうですね、うん、確かに確かに、知っていけたら素晴らしいイベント通りのね、うん、趣旨だと思います。最高です、はい、いろんなね、バンドいたと思うんですけど、もうね、現場で見たらまたイメージ通りだったりとか、イメージとちょっと違うなとかいっぱいあると思うんで、うんうん、このあフライヤーからでも楽しみにして、うん、当日みんなで遊びましょう。イエイ。では以上検証 VTR でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやめっちゃおもろかったよ。いやいいよいいよ。最高最高最高。